ばんは。SK48吸気研究生のカニャンこと池田楓です。こんばんは、こんばんは。今日で公演納めでしたが、なんか顔がすごく変。明日は握手会です。一部です。明日握手行きます。お、待ってます。明日はサンタさんになれるみたいですね。やった。サンタカイナに会いたい。やった。しばらく握手行かない。わざわざ報告してくれてどうもありがとう。プレゼントは私、プレゼントは私でしょ。おしましとか使えると使えるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。唇に色を塗りたい。血色が悪い。うん、明日は一部です。なぜみんな自分がプレゼントもらえるいい子だった認識なのだ。みんなプレゼント欲しいんだって。みんなに投げキッスを明日はあげましょう。ちょっと顔が変。朝は5時起きとかですかね。なのでこれ終わったらショールームして寝ます。公演お疲れ様。ダンスめっちゃ上手くなってびっくり。ありがとう。1ヶ月、11月19日ぶりの K2 さんのアンダーだったんですけど、ずっと出たくて1ヶ月練習してたから成長したいたのだったらとても嬉しいです。またうーん出れない日々が続くと思うんですけど、頑張ります。あ、そうだそうだ、大富豪のイベントは参加しないので、それでちゃんと理由があって、パッションフォーユーの CM 選抜があった時に参加したいって決めているので、今回は我慢します。カイニャンのダンスかっこよかったよ。ありがとうございます。たくさん定点とか見て先輩のいいところを真似したりして、本当になんか公演に出れることのありがたさが本当にわかるので、下手だからいっぱい練習しないと出れないので、また出れるように頑張ります。ダメだ、なんか目が。
来年は正規メンバーの会にゃんがみたい。そうですね、2020年のうちに昇格できるように頑張りたいんですけど、皆さん握手会などで応援してくださったら嬉しいです。こんばんは、こんばんは。最近は毎日公演に出てたから、次の公演の予定がないのがなんか不思議で寂しいような感じなので、早く2020年もういっぱい公演に出たいなと思います。握手会とかラジオはあるから、そうそう、髪の毛がモハモハしてる。あ、そうだ、今日劇場でプレゼントを受け取ったんですけど、なんかナースのコスプレをファンの方に送っていただいたので、あの個別 SK の個別握手会のどこかで着ようと思います。皆さんお楽しみにしてください。もうね、もらったらせっかくそのね、ご好意はって感じですね。怪我して会いに行きます治してあげる。なんかコメントが、なんか謎なコメントがあってよくわからない。カイニャン好き、好き病それは富士の病ってやつだよ。こんばんは、謎解きですか。え、どういうことですか。ちょっとわからないです。なんのこと。こんばんは、こんばんは。普通のコメントが、今日15分だけショールームします。握手会でケーキ出る、出ないですね。長崎帰れそう、帰れたら帰ります。お正月は親戚の集まりとかがあるから、帰れたら帰りたい。なくしちゃった。ビューラーなくしちゃった。お年玉もらえるの、もらえるかな。もうあげる側かもしれんね。でもあげるほどお金ないからもらいます。昨日の朝、大富豪で遭遇しました。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。そう、大富豪ね、たまにやってるので
ぜひ対戦した時はよろしくお願いします。何？ハワイのやつやんないですよ。ハワイのやつやらないのでパッションフォーユー応援してください。 CM 選抜目指して頑張ります。あるメンバーにコメントブロックされて PN です。慰めてかいね。それはブロックされるようなことを言うのが悪いんじゃないの。どんまい。私は別にブロックはしないですけど、たまになんかわざとなんか上げ足取ってるみたいなコメントあるからちょっとまあ文句があるなら握手会で言いに来い。大富豪概念オートですね。オートじゃないんですけどやってますよ。たまに接続が切れちゃってオートになってる時あるかもなんですけど、基本ちゃんとやってます。大富豪のハワイのやつ立候補してないのでファッションフォーユーの CM 選抜にかけさせてください。大富豪忖度とガチどっちで言ったらいいでしょうか。ガチ。説教されても対抗し、いやこれは読むべきコメントじゃなかった楽しい話したいんですけどね公演お疲れありがとう。全部ノータイムだった。その時はじゃあ多分あれですね、アプリが落ちてたと思います。ダメだ今日めっちゃサバサバしてるかもしれない。私通報されたから会に応援しますっていうのも、通報されるようなことをしたのはダメだと思う。応援してくれるのは嬉しいけどみんな通報とかブロックされないようなコメントをするように心がけよう今日はバッサリ切っていくよ。そう、顔も見えないところでメンバーに嫌な思いさせちゃダメだよ。みんなもちろん顔が見えるところでもだけど、メンバーだって人間なんだからさ。そりゃ嫌なこと言われたらブロックとかもされちゃうよ。されないようにみんな仲良くしようねって感じだよ平和に行こうよ。そのうち握手行きます。待っとるよ待っとるよ。ちょっと言いたいこと言えてすっきりした。
今日ゆずきさんに会えましたよ。ラブリンさんと一緒に公演前に会いに行きました。会いに行った。ラジオに行くゆずきさんと公演に行くラブリンさんと池田です。クリスマスイブの過ごし方、握手会と自主練。25は自主練とラジオ。これ青いやつはこれです。ラジオに出たいがゆえにこのステッカーを貼ってます。いつかね、3じゃないよとかね、1じゃないよにも出れたらいいね。今日ゆっちがゆずきさんの衣装だったの。多分そうです。私が着たかったゆずきさんの衣装。池田はみなるんさんの衣装をお借りしました。今日はみなるんさんのポジションを11月の10日のスクランブルぶりにさせていただいたんですけど、いっぱい定点とか DMM でみなるんさんを見て、なんかマンモスのフリーパートのところとか、あ、この前見学に行った時もすごい体勢を低くして歌うのがめちゃめちゃかっこいいなと思ったので、少しでも私もかっこよくできるように今日はやってみたり したり、本当にいっぱい真似したいなっていう素敵なところがたくさんあって、会いに行こうのラップのところとか、本当になんかファンの方を巻き込んでこう盛り上げて歌うのがすごい先輩は上手だから、私もアンダーでよくラップのある箇所を歌うポジションをさせてもらうので、楽しくこう盛り上げるように歌うようにしてたりしてます。少しずつでもこう馴染めるようになパフォーマンスがねできてたらいいのかなと思います。研究熱心、本当ありがとうございます。いや、そりゃもう研究生だから研究することしか、それが大事だと思う。よかったって言ってくれてありがとうございます。よかった。なかなか、公演に出したいと思ってもらえることが嬉しいから、もっとそういう機会が増えるように自分からいっぱい研究してもっと上手くなりたい。またゆずきさんと一緒に公園出てね。頑張る。ラジカルネオナイト楽しみにしてる。お、楽しみにしててください。イエイ、楽しみにしてください。みっちゃんとキャさんとカエニャンと3人とプラスシーナさんということで、ぜひお耳を、お耳のお供にラジカルネオナイトを聞いてください。イノセンスのカイニャンが好き。おー、ありがとうございます。
ったチーム S さんの公演と鉄なでイノセンスあるんですけど、イノセンスはめっちゃなんか大人っぽい顔もできるようにしてるけど、なんか顔がなんかこんな顔だからむずいんです、難しいんですけど、うん、企業デビューから今日まで走り抜けた、イエーイ。感想ですか？感想。感想しちゃいました。惜しかったですね、100回まであとわずか。また公演出れるように頑張りましょう。イエーイ。えいえい。おお。DMM だけどカイナの表情すごく良くなってた。ありがとう、嬉しい。個人的にはどんどん成長している今がカイニャンの推し時だと思ってます。今が旬ってことですか？ふう、今が旬や。旬だってカイニャンの1回目と99回目の公演両方見たことになるんだけど、すごい成長してる。ありがとうございます。嬉しいね、そんな風に言ってくれて。99回ってすごいな。こんなに出れると思わなかった。私は公演を大事にしていて、公演の練習とかしてるときにいろんなお仕事に行く同期のメンバーを見て、別にいいなって思わないわけじゃないけど、みんながいろいろなところで頑張ってるときに公演をしてたくさんの人に見つけてもらいたいし、劇場を守れるように、誰が出れなくなってもその穴を埋めるっていう思いで2020年はもっと頑張りたいと思います。私は公演が好きなので頑張るし、握手会ももっとたくさんの人に来てもらって完売を出して行きたいです。体の故障だけは注意してね。ありがとうございます。今まで運動経験がなかったからすぐね壊しちゃうんですけど、まあ
大丈夫でしょう。マッサージとか整体は行きますか？いや、行ったことない。あの、なんだろう、マッサージとか整体は行ってないな。病院は一回行ったことがある。その時はなんか変な機械の上に乗って、なんか後ろから背中からボコボコってなんか空気を送られて、なんか ポコポコってなんか骨を見ますみたいな、ポコポコみたいな。ポコポコマシン、そうです、ポコポコマシンです。ポコ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 されましたね。もう12月23日か、今日は早いね。早い。今週はいっぱい公演があったよ。あくびした、バレたね。あれ、もう何時だ今、そろそろ終わりの時間かな。カイリアに早く会いたい。来年いつ会えるかな。会おうね、すぐ。ショールームもお願いします。はい、やります。ちゃんとやれるときはやるので、皆さんルームフォローして見に来てください。握手会もいっぱい来てください。来年最初に握手するメンバー誰かな。私しかいないです。今日はちょっと目の形があんまりちょっと変なので悲しいんですが、明日には治っていると思うので、可愛いサンタさんになれるように頑張ります。サンタコスプレ楽しみにしててくださいね。明日は朝早いの。早いです、5時起きかな。5時か5時半かな。そういえば今日前髪切ったよ。メイクさんに切ってもらった。メイクさんも優しいし、先輩も優しいし、ほんとなんか前髪切ってもらえるって恵まれてますよね。ダンスを教えてくれる先輩もいるし、話聞いてくれる先輩もいるし、ファンの人もいるし、なんかもうすごい恵まれててありがたいなって思います。握手会に行くのもね、ちゃんと乗り物があるし、
タッフさんもね、剥がしの人とかも朝早くからいてくれるし、もうほんとなんかもう自分の周りに関わってくれる人がいっぱいいるのって本当になんかありがたいことだなってすごいつくづく思う。皆さん出会ってくれてありがとうございます。ではランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位ミキは、12位死んだらどうなるんですか、11位マチ、10位クボッチ、9位スライム、8位サオッチ、7位ナカッシー、6位ヒロくん、5位きなこ、4位アサミミ、3位カズサ、2位ゴエ、1位新作ありがとうございます。22位はフェイ、75位は小前健、ありがとうございます。それでは皆さん、明日も一日頑張りましょう。今日も一日お疲れんこん、おやすみなさい。バイバーイ。私への大好きな気持ちはいろんなとこで伝えてくださいね、ちゃんと。バイビー。